お疲れ様です。生きる価値とか植物人間に価値があるのかとかまあいちいちそんなこと考えても <laughs>、ねまあ、考えちゃうんですけどもそんなことをのんびり考えてるよりも楽しししいいいいこここととと嬉探し求めてて生きていきたいなってとこですよね実はねあの生きる価値に対して手塚治虫さんが「火の鳥」の未来編でこんなストーリーを残してくれてるんですよね。 それは地球上に全ての生命体がいなくなってたった一人生き残ったマサトっていう主人公がいるんですけども、ある時、建物の中のに引きず、棺を見つけるんですよ。その棺を開けようとするんだけども、その棺にメモがあって、私は5000年後に目覚めるからその時まで起こさないでくれって書いてあるんですよね。ですんでマサトはね、5000年間その棺を開けたら人が出てくるのかどうかわからないけども、だけどもそこに通い続けるんですよ。それを支えに生きていくんですよ。 でもその5000年待ってくれっていう棺は微動だにして動いてないんですよね。生きてるか死んでるかも分かんないんですよ。でも5000年後にもしかしたらここから誰かが出てくるかもしれないっていう、その励みがね、生きる支えになってマサトは生き続けるんですよ。で5000年経ったある日、その棺が開いてないのを見て、それでも待ち続けるんですよね。でいい加減、痺れを切らして、もうこれ私は開けますよって、あの、レーザードリルで開けるんですよ。で、パカッと開けたら、 中には粉々に砕けた何かが入っていたんですよねで正人は「しまった!」って言うんですけどもそれが無理やり開けようとしたから壊れたのかそもそも5,000年待ってくれっていうふうに見つけた時にすでにそういう状態で壊れていたのかっていうのを分かんないんですよ。で正人はどうしたかっていうとそれから思いあぐねてもうこうなったら自分で生命体を作るしかないって気づいて何年かかっても何百年か,かっても何千年かかってもいいからっていうのであの。 アンドロイドを作ることにしたんですよ。一から一人で。で、次から次へと作るんだけども、不完全なものばかりで、全然できないと。で、神様は一体俺は何をすればいいんだ何のためにこんなに長い間、俺は何万年も何十万年も生きてるんだっていうふうにして、ある時気づいたんですよ。もしかして、この地球に、自然に生命が発生するのを何億年も待てっていうのかっていうふうに、でも正とは永遠の生命をもらってるから、よし。 だったら覚悟を決めて待とうじゃないかっていうことで海にねちょっとした化学物質をこう投げ込むんですよねそうするとそれが本当に何億年何十億年経って徐々に生命体になってそれが人間の行ったような進化を繰り返してついに文明ができてその文明が対立して戦争で滅んでしまうんですよねでそのサイクルを見るときに当然マサトはもう肉体をなくしていて、まあ、生命体だけになっているってことなんですけどねう 生きることに一体どんな意味があるのかっていうのはまあ私たち人間ごときが出る答えではないんじゃないかなと思いますよねただしこういうふうなストーリーがありますある人にね「あのお前10億円やるよ」と「10億円欲しいだろやるよ」って言うんですよ「ああそれはぜひ欲しいですください」って言うんですよただし10億円を受け取ったら「明日までしか生きられないよ」「それでも10億円欲しいか」っつったら「いやいりません」って言うんですよつまり次の日1日っていうのは10億円の価値があるってことなんですよね でも次の日目覚めて人は10億円も価値を感じてないし10億円を作れていないんですよ。それこそ100万円ですら作れる方は少ないでしょう。ということは10億円失っても明日にたどり着きたいと思った10億円以上の価値を持った一日を私たちはいただいた瞬間に無駄にしてるってことなんですよね。だから手に入れたらそれは10億円ですら 無駄にしてしまうんですよでも手に入らないものに関しましてはもしそれがもらえるんだったら10億円失ってもいいっていう風うに考えるんですよねまあ、ここに人間のね愚かな価値の基準っていうのがあるんだよなかろうかと思いますだからこそ私たちは人間に生きる意味があるのか死ぬ意味があるのかってことを答えを出すまでには賢くないってことなんですよねいってらっしゃい